番重要なことはやはりもうちょっと人間性ですね。おやっぱりピッチャーってキャッチャーがいて初めて投げることができる、練習ができます。そして、自分が投げたボールを打ったバッターがいて、それをこうさばいてくれる野手がいて、アウトを取ってくれる野手がいる、そこにやっぱりありがとうっていう気持ちがやっぱり持てない投手であ る投手だとやっぱり最終的に、あこいつのために顔でも止めてやろうとか、うん、あこいつのためになんとか逆転してやろうっていう、そういう気持ちになるかならないかって、その投手として勝敗つくときに絶対必要なことなんですね。なのでその技術とかじゃなくて、まあ、その人の人間性っていったところが、まあ、最終的に一番大事かなと思います。